俺ミュージシャンも本当アスリートと同じだと思っていて、一緒にトレーニングしたからこそ分かるんですけど、気合が半端ないです。ただ AK っていうのは戦える準備ができてる男なの。全てはライブのため。僕そのぬるい大学生とか許せるんですけど、まあぬるい社会人もぬるいスポーツマンも許せるんですけど、なんかぬるいミュージシャンが許せないんですよね。まあ AK は侍ですから、歌っていうのは AK の表現方法の一つであって、 AK 自身っていうのは侍なんですよ。だから侍が明日戦いがあるとかないとかで、やっぱり日々その修行してるわけじゃないですから。俺ミュージシャンも本当アスリートと同じだと思っていて、その体が本当に資本だし、まあ、だらしない体でもまあ歌えるんですけど、やっぱり本当に自分のイメージする最高のパフォーマンスをしようと思ったら、もうオリンピックで金メダルを狙ってる人たちと同じぐらいの食生活だったりとか生活リズムで僕はちょうどいいと思ってて、レッドスターのラップアタッカーとメロディズム、同時にカラシニコフと AK で同時に出したアルバムのファイナルをやった時、なんか足が棒みたいになって、あの自分の心の躍動を抑えてこのステージにいるっていうことのなんか不甲斐なさとか、そういうところからまあ鍛えるようになったんだけど、全てはライブのためっていうところから始まったよね。僕やっぱ学生の頃から AK さんの曲って聴いてるんで、たまたま僕は知り合うことができて、でましては一緒にトレーニングねさせていただくこともあって、一緒にトレーニングしたからこそ分かるんですけど、気合が半端ないですよね。もう俺は今ハレオトップチームっていうアスリートのトップチームに所属してて、ラグビー日本代表の稲垣くんだったりリーチマイケルだったりとか、ね、ライジンの堀口くん、井岡和人だったりとか、まあ、そういうもう名だたるアスリートたちがそのトップチームにいるんだけど、まあ、その中でこのトレーニングしている今ステージに立つっていうことだけ考えたら、あり余るぐらいね、もう体力もスタミナも、ついてるんだけど、それを超えたトレーニングをなんでしてるかって、まあ、よく聞かれるんだけど、自分でも本当に追い込んでる瞬間、俺なんだったっけなと思う時もたまにあるんだけどね。まあ侍って、まあ、刀をね持ってますよね。自分がさらに強くなるための修行を毎日する、毎日メンテナンスをしていつでも抜いたら切れる状態を作っておくわけです。でもこの刀を一生涯抜かないっていうのがやっぱり侍の美学。刀を抜いた時っていうのは自分がもう死ぬ覚悟ができた時ですから。ただ AK っていうのはいつ何が起こっても刀がもういつでも切れる、そして戦える準備ができている男なので、さらにまあ上を目指してトレーニングを積んでるのかなと思います。いろんな調子のこう上げ下げも出てくるでしょうし、でその中でトレーニングに向ける気合、じゃあそのトレーニングは何に向けてやってるのか、自分の作曲作りであったり自分のモチベーションであったり精神面であったり、そういったところを25年間大切にしてきたんじゃないかなって僕は思うんですよ。自分がやってきたことをきっと曲に還元してるんじゃないかな。そのやってきてることを一緒に感じることができたから、ますますその曲を聴きたいなって思いますし、その曲を聴いて自分を高ぶることができますし、すごく尊敬しますね。 AK 君も本当にそこまでもう研ぎ澄まされた生活をしてるから、アスリートとかのファンがめっちゃ多いじゃないですか。まあ、医学とか年々その更新されてって、今まで大丈夫だったものがなんか間違ってたみたいなことよくあるんですけど、現段階の正解っていうものを彼はいろんなそのアスリートたちから吸収をして、自分も模倣してストイックに生活されてるから、すごい勉強になりますね。だから食事のことも気をつけたりとか、常にそういう情報をアップデートして自分にとってプラスになること、パフォーマンスが上がることっていうのは常に意識してキャッチしてるんだけど、それとかもどっから来るかっていうと、やってないことをなくしたいんだよね俺は。人前に立ってそのお金をいただく仕事をしてる。だけどやっぱりみんなそのアスリートだったりとか会社員だったりとか学生の人たちもやっぱ戦ってる人たちに
この一番支持されてるって言われてる理由もやっぱりその挑戦するっていうねマインドのことを歌ってきてる中で、なんかストイックじゃないのにそんなこと歌ってたらポーズやん。こんだけ散々言ってね大口叩いて裏で怠けてる AK めっちゃ嫌じゃない。だからリングに上がるとか競技場に降り立つアスリートたちと一緒だよね。その瞬間を最高な状態で迎えたいっていう、それとやっぱ強くなりたいっていう精神が、やっぱトレーニングに挑んでる、そこまで自分を突き詰めてきたっていう思いがやっぱライブに宿るのよ絶対に。それをしてなずにステージに立って話すこととか歌のに乗る気迫とかって絶対違うから、うん、それをバカにするやつらには分からないよね、そういうストイックなことを。俺はそういうやつらに音楽届けたいって別に思ってないから、戦ってる人たちに、あがいてる人たちに伝えるためには絶対にそこが必要っていう。レースはここで終わったと思うんじゃねえ、お前のエンジンが止まるまで何回だっていける。自分を信じたやつだけが見える景色ってやつを見せたい。行こうぜ。ダンサーがアーティストのバックダンサーっていう時代がもう終わってて、いつもは後ろから見てたけど今回はこの前から見ながらやるっていうのはなんか俺的にはすごい新しくて、本当に心から自信持ってみんなにそうやって言えるライブができたなって思ってますね。